1 9 1 6年に初演された全一幕のバレエ作品である。振り付けはモーリス・ベジャール、音楽はフレデリック・ショパン、ヨハネス・ブラームス、フランツ・リスト、フランツ・シューベルト、アレクサンドル・スクリアービンなど、主演はマイア・プリセツカヤによる。20世紀前期を代表するダンサーで舞踊の変革者、モダンダンスの祖といわれるイサドラ・ダンカニへのオマージュ作品である。 マイア・プリセツカヤとモーリス・ベジャールの交流が始まったのは1974年の夏のことであった。ドゥブロブニクで開催されていた大規模なフェスティバルをプリセツカヤは1日だけ訪問した。そこで催されていたバレエのゆうべで、ユーゴスラビア出身の女性ダンサー、デュスカシフニオスが踊るボレロを見て、プリセツカヤはその見事さに見せられた。ボレロは、 プリセツカヤの心を強く捉え、この作品を踊りたいと熱望するようになっていた。プリセツカヤは、モスクワに戻るとすぐに、ベジャールに当てて、ボレロを踊らせてほしいと依頼する手紙を書いた。フランス語のわかる友人に翻訳を頼んで、ベルギーのベジャールのもとへその手紙を送ったが、なかなか返事は来なかった。ソビエト当局の検閲に引っかかって届かなかったものと、 思っっててて当初の熱情も薄れかけていいたたところ一年経って不意に吉報が届いたフランスとベルギーが共同でテレビ番組を制作することになり、その題材としてプリセツカヤがブリュッセルでボレロを踊る話が持ち上がった。プリセツカヤはその話を承諾してブリュッセルに向かうことになった。ブリュッセルに着いたプリセツカヤに、 オレロのリハーサルとして与えられた期間はわずか1週間だった。しかも、公演は4回あった。インド舞踊などの東洋的な動きを振付の声に多く含んだベジャールの作品は、正当的なロシアバレエの訓練を長年続けてきたプリセツカヤにとっては目新しい動きばかりであり、一時は不眠症に陥るほどであった。前に、 オレロを踊っていたダンサーからカンニングのためのメモを譲ってもらいそれは非常に役立ったが最後のリハーサルの時にそのメモは風に飛ばされて紛失した途方に暮れたプリセツカヤにベジャールが救いの手を差し伸べたそれはベジャール自身がプロンプターとなってホール後ろの通路から合図を送るというものであったプロンプターのおかげで最初の公演は成功し プリセツカヤは2回目からは、プロンプターなしで踊り抜くことができた。ボレロの撮影は3回目の公演で行われ、その日は、プリセツカヤの50回目の誕生日でもあった。プリセツカヤとベジャールの双方にとって、ボレロでの共同作業は、実りの多いものとなった。プリセツカヤがブリュッセルを去る際、自分のための新作を依頼した時にもベジャールは、心よく承諾している。 モスクワに帰ったプリセツカヤは、夫のロディオン・シチェドリンと共に、新作のテーマを選ぶ作業に取り掛かった。イサドラ・ダンカムを思いついたのは、シチェドリンの方であった。いくつかの候補をベジャールに提案すると、彼は、イサドラのテーマを選んだ。プリセツカヤは再びブリュッセルに行き、ベジャールとの共同作業を始めた。ベジャールは、バレエの伴奏音楽を、ピアノ独奏のみとして、 ピアニストのバベッタ・クーパーも舞台上に登場させることにした。ベジャールはクーパーにイサドラの発言を引用した踊りのエピソードのコ子シとなる台本を読み上げて伝え、クーパーは譜面台にある楽譜の中から書くエピソードにふさわしいと思われる曲を選んで数小節を演奏していった。ベジャールはクーパーの演奏に対してうなずくか。 首を横に振るかだけであったが、音楽が決まるまでに30分もかからなかった。音楽が決まると、ベジャールはあらかじめ自宅で用意してきたスケッチを音楽に当てはめる作業を始めた。スケッチが音楽のフレーズに収まらない場合、ベジャールは別のアイデアをひらめかせて、振り付けを進行させていったが、そのような状況でも当初の構想から、あまり逸脱することはなかったという。 イサドラは3回のリハーサルでほぼ完成し、4回目のリハーサルで多少の手直しと仕上げにかかるところまで進んだ。クーパーはショパン、ブラームス、ベートーベン、シューベルト、スクリャービン、リストの曲をイサドラのために選曲したが、ラ・マルセエーズのみはピアノ独奏の響きにそぐわなかったため、この曲だけはオーケストラによる録音を使用することにした。そのことが、 作品中でこの曲を際立たせて、かえってドキュメンタリー的な挿入部的効果をもたらす、成果を上げた。ベジャールはプリセツカヤに、セルゲーエセーニンの詩を覚えている箇所で良いから聞かせて、欲しいと依頼した。ダンカンの生涯を描き出す上で、エセーニンという人物は欠かせない存在であった。プリセツカヤがそらんじていた、エセーニンの詩の一節を読むと、ベジャールはすぐにその詩を、 作品中に取り入れることに決めている。イサドラは、1976年12月28日に、モナコのモンテカルロ歌劇場で諸演された。モナコはイサドラが1927年9月14日に50歳で、突然生涯を終えたニースに近く、プリセツカヤも、イサドラと同じくこの時50歳になっていた。モナコでの諸演は、好評を持って迎えられ、続く、アメリカ公演も、 大成功であった。20世紀バレー団がソビエトで公演を行った時、当初、イサドラを上演する予定はなかった。プリセツカヤはベジャールに、モスクワでイサドラを上演したいと希望を伝えたが、ソビエト当局などとの衝突を恐れたベジャールは当初、その希望を拒んでいた。しかし、プリセツカヤのファンが、ボリショイ劇場とベジャールに上演希望の手紙を大量に送った上、 20世紀バレエ団内部からも、プリセツカヤをモスクワの舞台で踊らせて、ファンの期待に応えるべきだとの声が上がり、ついにベジャールも折れた。そして20世紀バレエ団の公演3回目に、イサドラが加わり、監修は32分にも及ぶカーテンコールで、称賛した。イサドラは、初演地のモナコ、イサドラの母国アメリカ、イサドラが強く共感し、モスクワに舞踊学校を開くなど、 旺盛に活動したソビエト連邦でも圧倒的な成功を収めた。ベジャールは単にイサドラの踊りや障害を再現するのではなく、プリセツカヤという現代を生きる踊り手の体と表現を通じてその美学と反抗の精神をベジャール作品として再構成を試みた。プリセツカヤはベジャールの構想に応えてイサドラの生きた時代とその心情。 スタイルの特色などを体現している。その後も、ベジャールとプリセツカイアは作品を共同で制作し、カミーユサン・サーンスの白鳥及び日本の農学によるレダなどを上演している。イサドラについては、イギリスの振付やケネス・マクミランも同名の作品を作っている。台本は、歌方の恋のジリアン・フリーマン、音楽はリチャード・ロドニー・ベネットによる二幕の作品で、 1981年4月30日にコベントガーデンドイアルオペラハウスで初演された。この作品はタイトルロールのイサドラをダンサーとイサドラの回想録から引用したセリフを語る女優の二人が演じる構成であった。2009年にはマルチメディアを導入して1時間余りに凝縮した改訂版をロイヤルバレエ団が上演している。 幕が開くと舞台はまだ無人で、奥に一台のグランドピアノが置かれている。リストの、早々曲が流れる中、長いスカーフをなびかせたイサドラが、舞台ベタから歩み出てくる。突然自動車の車輪がきしむ音が聞こえて、イサドラは倒れ込む。倒れたイサドラを照明が照らし出す。髪手から、黒子の女性ピアニストが現れて、イサドラを一別した後、ピアノに近づいて椅子に腰掛ける。 イサドラがスカーフを外すとテープによるナレーションが場内に響く。私がダンスを想像したわけではない。私以前にもう存在していたのだから。ただ眠っていたのを私が呼び覚ましたに過ぎない。立ち上がったイサドラは舞台前方に歩み出てピアニストに向かいエクサーサイズと声をかける。ピアニストはショッパンの練習曲作品25から1を奏で。 イサドラはひとしきり踊る。イサドラの発言を引用した、いくつかのナレーションを挟んで、音楽は、ブラームスのワルツ作品39から3、ベートーベンの公共曲第7番、第二楽章、シューベルトの、楽曲の時と進んでいく。音楽が、ラ・マルセイエーズに変わると、イサドラの踊りは高揚し、髪を振り乱して観客に激しく何事かを訴えかけ、舞台は赤い色に染まる。 ラ・マルセイエーズが終わると、舞台の左右から幼い少女が6人ずつ登場して、イサドラを取り囲む。ナレーション、私は学校のことを話したけど分かってもらえない。ビート自由、そして健康を子供に与えたまえ。偉大なる音楽は、もはや特権階級の人々の楽しみのために、放仕してはならない。無料で大衆に与えなければならない少女たちのもとへ、イサドラが近づくとき、 エえ、ニンの詩が朗読される。音楽がアルベッジョに変わり、噛み手から野の,の花束を抱えた少女が登場してその花束をイサドラに手渡す。イサドラを取り囲んで輪になっていた少女たちは斜め一列に整列する。スクラービンのエチュード作品42から4が奏でられ、イサドラ花束を客席に投げ入れる。曲が終わるとイサドラは身を震わせる。音楽が幕開けと同じ。 リストの創創曲に代わって、国威の男性が二人現れる。男性たちは、イサドラの首に長いスカーフを巻きつける。イサドラがそのまま、舞台中央まで歩んだ時、スカーフは男性たちの手を離れる。イサドラは倒れ込み、舞台は暗転する。20世紀バレエ団は1960年に、ベジャールが設立したバレエ団で、ブリュッセルに本拠地を置いていた。 1987年、ベジャールがモネ劇場を離れて、ローザンヌに新バレエ団を設立したのに伴って解散した。A.B. ベジャールとマックミランのバレエ作品以外ではに、フレデリック・アシュトン振付のバレエ作品、イサドラ・ダンカン風のブラームスの5つのワルツや、カレル・ライス監督、バネッサ・レッド・グレーブ主演の映画、裸足のイサドラなどが、イサドラ・ダンカンへのオマージュ作品として知られる。 1974年当時、ドゥブロブニクはユーゴスラビア社会主義連邦共和国に属していた。デュスカシ・フニオスは、ベジャール版、ボレロの初演者である。ABC セルゲイエセイニーニンは、イサドラ・ダンカンより18歳年下のロシアの女女子人で、ダンカンと1922年5月2日に結婚した。この結婚は、エセニのアルコール使用障害などが元で、すぐに破綻し、 1923年5月に、エセーニンは単身で、モスクワに戻っている。戦う、白鳥336ページでプリセッツカヤは、イサドラ団階の死去地をモナコと記述しているが、ニースが正しい。イサドラは、ソビート連邦に強く共感し、1921年に、モスクワに、舞踊学校を開いた。イサドラは1924年、貧困のうちに、 ソビエト連邦を去っている。リストの早々曲は、イサドラの葬儀の際に演奏された曲である。AAB1927 年9月14日、ニースに滞在中のイサドラは、同乗していた自動車の車輪にスカーフが巻き込まれ、警部を損傷して死去した。なお、1913年4月19日には、パリでイサドラの幼い子供2人が乗っていた自動車ごと、 セーヌ川に転落する事故にあって死去している。1922年のボストン公演で観客の鈍い反応に苛立ったイサドラは衣装の赤いスカーフを掴んで赤は自由を束縛されない魂の成長を求める人々です。などと訴えた。翌日の新聞各紙は赤の舞踊か、ボストンに衝撃を与えると書き立て一大スキャンダルとなった。A.B. イサドライ レイザーバレー、ローザンヌベジャールバレーローザンヌウェブサイト、2012年12月30日、閲覧。オックスフォードバレーダンス時点286から287ページ。ABCD コクラ、26ページ。ABCD プリセツカヤ、329ページ。AB プリセツカヤ、329から330ページ。 abcdefghijk プリセツカヤ330から333ページ abcdefghijk プリセツカヤ334から337ページ abc の先217から218ページ abcd プリセツカヤ342から343ページプリセツカヤ 338から342ページ。小倉、333ページ。ABC、オックスフォードバレエダンス辞典48から49ページ。英国ロイヤルバレエダンシン、イザドラ世界初演、ダンシズ・アット・ア・ギャザリング2009.04、10チャコットウェブマガジン、ダンスキューブ・ワールド・レポート世界のダンス、最前線フロム・ロンドン2012年12月30日、閲覧。 ブレア222から224ページ。ブレア379から382ページ。ダンカン332から333ページ。ABC の先218から220ページ。ブレア321から323ページ。ありがとうございます。